はい、どうもこんにちは、こんばんは。今回はね、こちら、バトスピ大好き声優の生放送5周年ミレニアムボックスですね。こちらを開封していきたいと思います。8月にぐらいに完全受注生産で、プレミアムバンダイ限定でね、発売されてました。こちら、やっとね、昨日12月22日届きましたね。結構待ちました商品です。去年は最強プレミアムボックスだったかな、そういうのが出たんですけども、今回はね、こちら、生放送限定のやつでございます。去年と比べて結構内容物は薄めで、バインダーとかが入ってないんで、まあ、その分薄くなってますね。内容物が、デッキがね、声優さんの、デザインしたデッキが、40枚が3種類がカード120枚ですね。でオリジナルカードが4枚で、ブックレット1個でスリーブが、1セット50枚が1つと、CD が1つで CD ケースが1個、サイン、特製サイン色紙ですね、それが1枚、そして、デザインカード、5枚ですね。こちらのカードで5枚入ってます。で、公開録音の、応募用の、シリアルナンバーのチケットですね。はい、こちらが1枚入ってます。でまず中身なんですけども、まあ、一回ちょっと見たんで、あれなんですけど、中身こんな感じで入ってます。特製サイン色紙。はい、特製サイン色紙ですね。はい、3人の、サインが書かれてます。これが一つと、内容物上から、順に行くと、スリーブ。はい、特製スリーブですね。限定品の50枚入りの、似顔絵のね、このスリーブになってます。はい、これが1枚入ってて、上から、ゴールデンハンマーの、おそらく新規のデザインのカードの、袋が1つ。そして、デッキですね。はい、サジュタボロ。はい、これが1つ。多分諏訪部さんだと思うんですけど、はい、デッキが1つ。で、ラゴーのデッキ。はい、順番からいくと、多分大輔さん、坂口大輔さんのデッキ。ラゴが1つでリブラですね。はい、リブラが1つ入ってます。で、今回こちらを開けていくわけなんですけども、内容物あと CD か、 CD は下かな。はい、内容物はとりあえずデッキと、カードでスリーブで、この下におそらく、はい、入っております。CD、 はい、こちらですね。 CD、はい、CD で、CD ケースが、はい、これで、中には CD ですね。プレミアム CD、結構カードのイラストがあるんで、ちょっとごちゃごちゃしてますが、CD ですね。で、まあ、入っているのはこんな感じの、トーク内容が入ってます。はい、これが一つ。そして、そして、後で片付けます。後で片付けますが、こちらですね。ブックレットと、やつですね。はい、こんな感じのやつが一つ入ってます。で、まずメインですね。上から行くと多分デッキから行きたいと思います。デッキ、まずサジュットアポロの内容から。サジュットアポロ、去年と違ってこちらのデッキには半押しというか、このね、スタンプみたいなやつが、今回は入ってません。はい、普通の通常版のサジュットアポロと、ほぼ変わらない。はい、ちゃんとね、レリーフ仕様もされてるんで、普通のサジュットアポロと、変わらないような気がします。サジュットアポロが2枚で、武蔵頭ライガー再録バージョン1枚、ジーククリムゾン3枚、2枚ですね。はい、ジーククリムゾン、これは若干変わってるような気がするんですけども、こんな感じでしたっけ。多分この英語のね、名前の部分が消えてるんで、はい、多分これは新規かな。で、石膏生地、3枚。はい、石膏生地ですね。で、ホムライタチ、ホイール仕様のやつが3枚入ってて、ホムラチーター、これも3枚。で、ルリオーサですね。ルリオーサ3枚。で、サイロクケイローンが3枚。やっとですね、赤身のほぼほぼ必須パーツの、ケイローン3枚が、サイロクです。で、黄金オニクワガが3枚ですね。はい。で、アリスブレイブ、最近ちょっとゴートゼックスが出たんで注目されているであろう、多分ね、はい、アリスブレイブ1枚で、ケルベロードですね。久しぶりに
見ました。あと絶好標準、はい、ゼックスのデッキに再録されましたけど、多分同じやつの、絶好標準ホイール仕様が3枚で、そういうクランブ、こちらも3枚ですね。そして、ソウルドローが3枚入ってます。はい、ソウルドロー3枚ね。バレットファイヤー、こちらが3枚、そしてグランドブレイク、2枚と、ストームアタックが1枚の40枚ですね。こういうデッキです。まあ、赤みどがベースなんで、赤みど持ってなかった人はこれを改造すれば赤みどになりますよね。あとローゼンズールぐらいかな、必要なのは。で、次が、ラゴーのラゴーネスですね。最近だと無限人のあいつが覚醒持ってるんで、覚醒サポートが増えたんでね、ラゴーはいいんじゃないでしょうか。ちゃんとレリーフ加工ありのラゴー、これが1枚ですね。はい、でジーク、ヤマト、フリード、これが1枚。そしてジーク、戦国ジークフリード、これが3枚ですね。構築には1枚しか入ってなかったんで、これで構築買ってない人は3枚揃います。はい、これが3枚で、ライトブレイドラが、3枚入ってます。でドラゴンヘッド、こちらも3枚ですね。はい、ホイール仕様のドラゴンヘッド、ゼロコスの覚醒持ちの珍しいやつですね。であとムーンボードラグーンが3枚で、ムシャモサウルスが、3枚。これはあれですね、プロモーション、確か1000円以上買った時についてくる、地流パックのやつだったと思うんですけど、はい、あれが早くも再録です。でそして秒波が3枚。これはあれですね、戦国名刀コレクションかな、名刀コレクションか戦国15の陣かな、それの覚醒パックの、ノーマルっていうかアンコモンでしたね。うん、覚醒パックがね当たらなかったんで、そもそもあれが X が入っている関係上、まあね、秒波がこれで3枚揃います。であとはマグーが2枚、でハグンドラゴンが1枚、で、ブレブアームストロングが1枚、でフェニキアが3枚ですね。でアリエス、ブレイブタウラス、これが1枚で、騎団1枚ですね。ソウル、バーストじゃなくて普通のバーストの、騎団が1枚で、ダブリュードローが、3枚入ってます。でドラゴニコール、3枚ですね。で火炎、バザンが2枚で、フレームフィールドは1枚、うん、で覇王爆炎劇が、2枚入ってます。はい、まあラゴーのデッキでしたね。はい、これが一つで、次のデッキが、最後、ブレイブリブラ、ブレイブリブラのやつで、とりあえず、リブラゴレム、これが、3枚ですね。はい、3枚、ブレイブリブラ、あっちの方ですね、なんだっけ、構築に入ってたデッキの方のやつですね。うん、イラストはこっちの方が個人的に好みなんですけど、うん、で、スコルスピアが3、2枚で、これ再録でしたっけ、ライラ姉妹、創世の歌姫ライラ姉妹、うん、CP14 なんで去年のキャンペーンかな。はい、ディーバの、うん、やつですね。はい、1枚、これもレリーフ加工ありです。トレーミーが、2枚で、ブレイブキャンサー2枚ですね。これもレリーフありになってます。はい、ウェーブキャンサーで、ピクシスリザード、これが3枚で、エリダヌスドラゴンが3枚と、ダンデラビット3枚、そして、ブレイブが、カノンアームズ2枚で、マジックハンマーが2枚。はい、ホイール仕様のマジックハンマーは初めてで、うん、でタマムッシュ、ゾディアックソード、カノプス、2枚ですね。うん、光ってます、かっこいいですね。で、こちらも総翼が2枚入ってて、爽快ブレイズかな、多分違う、はい、3枚入ってます。あとフレームスパークが2枚で、ネオダブ、2枚で、こちらは絶好が3枚、これで6枚ですね、この箱で、そしてストームアタック1枚ですね。うん、っていうのがブレイブリブラのやつですね。ここら辺は再録ばかりで。で、まあ最後。はい。気になるのはこれですね。うん。個人的に赤みど持ってないんで、まあ赤みどデッキのこれも嬉しいんですけども、まあとりあえずは限定品のこちら。ゴールデンハンマー。
はい、リリーフありの、青のブレイブです。5コス1軽減の青のブレイブ、5コスト以上のスピリットアルティメットにブレイブ可能で青のシンボル持ちで、合体時自分のスピリットまたアルティメットが相手へのデッキ破壊効果を発揮した時に、相手の効果で1枚も破棄できなければ、このターンの間そのスピリットアルティメットはブロックされなくなりますっていう、デッキ破壊できなければブロックできませんっていうやつになりますね。でアタック時、お互いのトラッシュにあるカードは、このカード以外の、一切の効果を受けず効果を使えません、アタック時だけですがトラッシュに触れなくなるよっていうやつですね。アタック時か、なるほどね。はい、これが1枚ですね。そしてギオー・アントレス、海中核人、はい、忍び、忍風的な系統はなしの、アントレスですね。7コス3軽減緑のやつです。ちょっと光り方が独特な、はい、独特なやつですね。召喚時、ボイドからコア1個このスピリットに置きます。でソウルコアを使っていればさらに、3コア置くんで、ソウルコアを使うと4コアブーストできて、さらにレベル2のアタック時自分のリザーブにあるソウルコアをトラッシュに置くことができる。そうした時相手のスピリット1体を疲労させます。で回復します。うん、召喚時でコアブするかアタック時で、こいつを起き上がらすかによってソウルコアの使い道が変わってくる。はい、ただ BP はね7コスの1万なんで若干低めではねあるんですけど、アントレスです。そしてステゴレムサウルス、赤青のねスピリット、8コスの、3軽減3軽減のダブルシンボル、造幣と地流ですね。はい、地流サポートのあのドラグの陰陽師とか増えたんで出しやすくなってます。手札にあるこのスピリットカードは自分の、相手へのデッキ破壊効果でマジックカードが破棄できれば、コストを支払わずに召喚可能。うん、で進撃トス持ってて、さらにアタック時相手のスピリットまたアルティメットにブロックされた時に、そのスピリットまたアルティメットのコスト1つにつき相手のデッキを破壊する。はい、ブロックされたやつのコスト分デッキ破壊ですね。うん、これが1枚。そして、イケメン双子、カストル&ボルクス、こちらは赤緑のねスピリットです。同系5コスの、アタック時にこのスピリットのソウルコアをトラッシュに置くことでボイドからコア2個をこのスピリットに置きます。または2ドロー、2コアブーストか2コアドローするかってやつと、アタック時に相手モンスター疲労 でさらにアタック時、5000以下のスピリット1体破壊します。うん、これが1枚。そしてディーバーですね。はい、ディーバーファンは待ちに待ったディーバー、7コスの4軽減琴音ちゃんのちっちゃい頃、はい、レベル 1,2,3 の効果で、ディーバーを持つ自分のスピリット3体以上いるならば相手のスピリットまたアルティメットは3体までしか召喚できません。琴音と同じ効果持ちですね。でさらに、レベル 1,2,3 で、ディーバーを持つ自分のスピリットプラス3000、これも一緒ですね。うん、あ、一緒ですね、この効果は。はい、一緒でした。でイラストが違うだけの琴音ですね。うん、どっちが好きかって好みが分かれるようなイラストで。で次が、アジルス、これも一緒っすね。アジルス、はい、イラストが新規イラストのアジルスが1枚。そしてウィステリアかな、アルティメットウィステリア、これも効果一緒なんで、名前一緒なんで効果も一緒です。イラストが違います。はい、いいですね、かっこいい。そしてベトレイヤーデーモン、これも一緒ですね、効果は。ただイラストが、うん、ちょっと躍動感あふれるかっこよくなってます。はい、そして次、マーライオンハウル、これもネクサスで一緒のやつなんですけども、V がビクトリーファイヤーかな。はい、新規イラストの、マーライオンハウルがですね1枚入ってます。うん、はい、こんな感じです。ということで今回は、バトスピ大好き声優生放送の、5周年ミレニアムボックスの開封動画でした。次はね一緒に届いた、ソウンとカンナのあれね、あれを開封していきたいと思います。